さて今日はダヴィンチリゾルブで編集作業の効率が大幅に向上する Tips を、細かいものを含め10個皆さんにね紹介したいなと思います。今回の動画で僕のね環境はというと、まず使ってる PC は Mac で、ダヴィンチリゾルブのスタジオバージョンの、19.03 を使用していて、言語設定は英語となってます。もしね日本語環境で、使ってる方は少し分かりづらいかもしれないんですけど、メニューの場所などは基本的に一緒なので、なんとなく分かるかなと思います。それじゃあね、10個紹介するとなると小話してる暇はないので、早速ね始めていきたいなと思います。でまず最初はこれめちゃくちゃ地味なんですけど、すごくね便利な機能、タイムラインに配置したクリップを瓶の中から見つけたい場合、クリップを右クリックして Find in Media Pool から探す方法以外に、こんな感じで選択したクリップがハイライトされるっていう機能があります。この機能をオンにするには、環境設定の中のユーザータブを開いて、エディティングセクションの中にある Always Highlight Current Clip in Media Pool にチェックを入れます。何度今ちょっと発音よく言った。こうすることで、タイムライン上で選択したクリップが、ハイライトされるようになるので、より素早く瓶の中からタイムラインに配置されたクリップを探すことができます。もしね他の瓶を選択していたとしても、勝手に瓶を切り替えてくれるので、コンパウンドクリップとかを作るときに、こう全く関係ない場所にねそのコンパウンドクリップが作られてしまうっていったことも防ぐことができて、瓶を整理整頓するのにも、すごくね役に立つと思います。でダヴィンチのタイムラインは2つ同時に表示することができて、僕がよくやるのは最終的に書き出すメインのタイムラインとは別に、撮影したフッテージだけを並べる別のタイムラインを用意します。でこのフッテージ用のタイムラインで、まず最初にね簡単にカラーグレーディングを行ったり、撮ってきたね素材のカテゴリーごとに色分けしたりします。そしてタイムラインの左上にあるこのアイコンをクリックして、ディスプレイスタックドタイムラインをクリックします。そしてこのね右側にあるアイコンをクリックすると、タイムラインを上下に分割できて、このタブをクリックして表示したいタブを選択します。これでメインのタイムラインとフッテージ用のタイムラインを並べて、あとはフッテージ用のタイムラインから好きなパートをねこう順番にコピペしたり、ドラッグして、メインのタイムラインに並べていきます。でこのねやり方の方が、瓶の中にある動画の特定のこう箇所をね個別に選んでタイムラインに配置するっていうよりかは、はるかにね作業がしやすくなるんじゃないかなと思います。例えばタイムライン上のこのクリップを他のクリップと、どっちがいいかなって迷っているケースで、このクリップの上に他のクリップを積み上げて確認するといった方法だと、アジャストメントクリップとか、あとはね BGM とこうぶつかっちゃったりして、すごくね、煩わしいんですよね。でさらにチェックしたいクリップ以外は都度こう表示非表示を切り替えて確認しなければいけないので、これがねかなり面倒なんですけど、こんな時に便利なのがテイクセレクターです。クリップを右クリックして、このねテイクセレクターを選んで、そこに他のクリップを追加すると、一つのトラックの中に複数のクリップを配置することができるので、タイムラインのね構造が壊れてしまうっていうことを防ぐことができます。でさらにテイクセレクターの中では、重なっている順番っていうのは関係なく、選択されているクリップが再生されるので、個別に表示非表示を切り替える必要がなく、簡単にクリップを切り替えて再生することができます。再生範囲を調整したり、右上のこのねゴミ箱の横にあるアイコンをクリックすると、選択されているクリップの長さに合わせて元のクリップの長さっていうのを変えることもできます。でこのテイクセレクターの中に格納してしまえば、いつでもねここに戻ってきてクリップをね再び選び直すこともできるし、ベストテイクが決まれば最終的にね、それを確定することもできます。ダヴィンチのバージョン19から瓶と PC のフォルダーを同期できるようになりました。これは動画が格納されているフォルダーの瓶をリストにこう追加した後、元のフォルダーに新しい動画ファイルが追加された場合、この瓶を右クリックして、リシンクメディアファイルスっ
ていうのを押すと、新たに追加された動画が Bin に自動的に追加されます。また PC のフォルダーをここにねドラッグしなくても、新しい Bin を作ってそこに動画をこんな感じで追加すれば、Bin がフォルダーの場所を記憶してくれるので、これでもリシンクメディアファイルから動画をね新たに追加することができます。ただもし2つの異なるフォルダーから1つの Bin に動画を追加した場合、リシンクメディアファイルスを押しても、まあこれはね何も起こらなくなってしまうので、あくまでこの機能を使う場合は1つの Bin に対して、まあ、動画の場所っていうのは1箇所に限定する必要があります。あとダヴィンチのねこのバージョン 19.0.3 時点では、この機能っていうのは動画ファイルのみシンクすることができるので、画像やオーディオファイルっていうのは残念ながら今のところシンクすることができないので、これはね今後の対応に期待ですね。通常この元のクリップを複数のクリップに分割した場合、カラーページでは個々のクリップのカラー編集っていうのは、まあ、これ独立してるんですけど、元が同じ一つのファイルである場合、リモートバージョンに切り替えることで元が同じクリップっていうのは編集内容を共有することができます。同じようなことはグループでもできるんですけど、グループはクリップに対して一つしか適用できないので、まあ、全くね絵が変わらない個々のカットはリモートバージョンでカラーコレクションをして、で複数のロケーションやシーンをまたぐような場合にグループで全体の色を調整する方が、こっちの方がね圧倒的に効率的かなと思います。でここからがね僕的にはかなりおすすめの Tips になるんですが、その前にダヴィンチのね作業効率を上げる方法としてぜひとも検討していただきたいのが、本日のスポンサーであるモーションアレイになります。でダヴィンチではテンプレートやマクロを活用することでより効率よく動画編集を行えるんですけど、それらを一からね自分で作るっていうのは結構大変ですよね。そこでおすすめなのがモーションアレイです。モーションアレイはアートリストが運営するモーショングラフィックに特化した様々な動画用の素材がダウンロードできるサービスになっていて、こんなねめちゃくちゃかっこいい映画のタイトルのようなアニメーションテンプレートから、すぐに使えるトランジション用のマクロなんかも数多く揃っていて、簡単に映像のクオリティを引き上げることができます。そんなねモーションアレイに最近入力したテキストからボイスオーバーを AI がね作成してくれる機能っていうのが追加されて、テキストを入力して声を選んだらめちゃくちゃ自然なボイスオーバーを簡単に作成してダウンロードすることができます。 The guy who said he wouldn't watch my videos anymore just because I started using a Nikon camera recently, don't ever come back again. これ一応ね日本語にも対応してるんですけど、ちょっとねまだねその発音が少し外国人っぽいアクセントなので、もし日本語を使用する場合は数テイク喋ってもらって、その中から調子のいい部分を継ぎはぎすれば、よりね自然に聞こえるんじゃないかなと思います。この動画が皆さんの役に立つことを祈ってます。で最後にこのモーションアレイのプランを紹介すると、 AI ボイスオーバーを含め全ての機能を使いたい場合は月額約30ドルから使用することができます。で概要欄にリンクを貼っておくので、動画編集のね作業効率アップのこうお供にぜひねモーションアレイも検討してみてほしいなと思います。はい、というわけで以上本日のスポンサーのモーションアレイのご紹介でした。でもしタイムライン上にアジャストメントクリップやテキストなどを配置している場合、カラーページの一覧に出てきちゃって結構邪魔ですよね。特定のクリップの例えばカラーを調整しようと思って間違えてアジャストメントクリップで色を調整しちゃってたとかね、これ結構あるあるなんじゃないかなと思います。でもしアジャストメントクリップやテキストクリップを一つのトラックにまとめている場合は、カラーページでこのタイムラインを開いて、でタイムラインの左の V1 とか V2 といったアイコンを、Mac だとオプション、Windows だと Alt キーを押しながらクリックすると、そのトラックがカラーページで非表示になって、必要なクリップのみ一覧にね、表示させることができます。で、他にもカラーページでクリップを絞り込む方法として、スマートフィルターっていうのがこれすごく便利で、
例えばね、動画ファイルだけを表示させたい場合、左上のクリップスからクリエイトスマートフィルターを選んで、メディアプールプロパティーズのクリップタイプをビデオプラスオーディオにすると、音声と一緒に記録されている動画データだけに絞り込むことができます。他にもクリップタイプでスチルを選ぶと静止画だけ絞り込んだりっていうこともできます。でこれで最後に名前をつけて、で Show in all project にチェックを入れると、今後他のプロジェクトでも使えるので、忘れずにこれにチェックをしてから保存すると、今後は左上のクリップスの中から作成したスマートフィルターを選ぶだけで簡単にね絞り込むことができます。他にも動画のね、まあ、4K なのかフル HD なのかっていうサイズだったり、あとはフレームレートとか、メタタグなど、まあ本当ね、さまざまな項目から自由にねフィルターを作成することができるので、まあ、ご自身がよく使うような素材ごとにこれ作っておいてもいいかなと思います。でこのカラーページの右上にライトボックスっていうクリップのサムネイルを一覧にして並べる機能があるんですけど、これはね、単純に目的のファイルを探すっていう以外にも、色味とか露出とか、あとはスキントーンが、まあ、他のクリップと比べて少しずれてるものっていうのを簡単に見つけることができます。おすすめの使い方として、ノードの全てのクリップに影響するこのタイムラインを開いて、ここにフォルスカラーとか、まあ、何かしらのチェッカーツールを適用します。今回はね、DCTL のスキントーンチェッカーを使うんですけど、興味のある人はね、概要欄にこれのリンクを貼っておくので確認してみてください。でこのスキントーンチェッカーをオンにして、ライトボックスを開いて、でアップデートオールサムネイルスを開くと、全てのクリップのスキントーンをね一覧で確認することができます。この黄色くなってる部分が、まあ、適正にスキントーンのバランスが取れてるっていうことなんですけど、まあ、他のクリップと比較しながらね確認できるので、プロジェクトを通じて一貫したねこうスキントーンを保つことができるので、これはねすごいおすすめです。僕はねもう最終工程では必ずこれをチェックするように今はしてます。じゃあ最後にもう一つ、複数のクリップを同時に調整する便利な方法として、スプリットスクリーンっていうのがあります。でこのプレビュー画面の左上にあるスプリットスクリーンを選択して、プルダウンの中からセレクテッドクリップスを選択します。そして例えば同じグループに所属している複数のクリップをこうやって選択すると、こんな感じで複数のクリップを同時にここのプレビューエリアで確認することができるので、この状態でグループノードを編集すれば、複数のクリップの状態を確認しながら色をね調整することができて、どれか個別に調整が必要だなっていうクリップがあれば、プレビュー画面上でそのクリップをクリックすることでノードをそのクリップに切り替えることができるので、個別にね調整して、まあ、グループ全体のバランスをこう一覧で見ながら整えることができます。はい、というわけでね、ちょっとねお時間に限りがございますので、本日は10個、ダヴィンチリゾルブで作業効率を劇的にアップさせる機能っていうのを、まあ、ご紹介したんですけれども、まだまだねいっぱいあるので、ぜひねパート2も、ご期待いただければなというふうに思います。はい、というわけで、本日の動画は以上となります。それでは皆さん、次の動画でまたお会いしましょう。